ワットプーミンとは、太王国南県武安ン軍にある仏教寺院である。南年代記によれば1596年、カー王国の国王、チェータブットプロミンによって建てられ、ワットプロミンと呼ばれていたとされる。1704年には敵国であったビルマ軍の攻撃を受けて仏像が破壊されている。南王国が成立し、 アナンタヨットが1857年に年即位すると、アナンタヨットはナーンの寺院の改修、混流を積極的に行った。ワットプーミンもこの時改修が始められ、これは1875年まで続けられた。本尊前面から見ると、あたかもナーガの背に乗っかっているかのような印象を与える構造である。各四つの入り口は小さな廊下があり、その上には、 王室のものであることを示す装飾がある。また、入り口は緩やかに曲線を描いたドアが取り付けられており、東のドアは中国の妖怪、北のドアには花、西と南のドアにはラーンナー様式のモチーフで森林生活の様子が描かれている。内部装飾は対流式の建築様式の良い例であるとされる。天井の構造は像をモチーフにした黒と赤の、 ラッカー塗りの上に金で装飾した十二本のチークの柱で支えられている。また天井も美しく装飾されている。お堂の中央には四つの扉それぞれを向いた四体の仏像が設置されている。なお、仏像は、スコータイ仏で大地に手を添えて、マーラーを打ち破った時の仏像が表現されている。ただし、耳や鼻などに、ラオス様式を垣間見ることができる。 ガッタナ・クマーラ・ジャータカの一幕。ガッタナ少年が母親に、父親が誰かを訪ねている、ナーム市内とフランス軍、ワット・プーミンの壁画は、歴史的資料でもあり、美術品としての価値も高く、この寺院の名物となっている。北の壁には、ガッタナ・クマーラ・ジャータカをモチーフにした絵が描かれており、東の壁には、ニーミ・ジャータカをモチーフにし絵も描かれている。また、 庶民の日常生活を描いたものや西洋人を描いたものもある。西洋人を描いたものはおそらく1893年のフランス軍のメコン川東岸の占領に財を得たものと考えられる。また中には西洋の神父を描いた壁画もある。これらの絵画は19世紀末に大流族の画家によって描かれたものである。これらの壁画のスタイルは伝統的な様式とは かけ離れており、遅延前のワットプラシンの壁画と似ているとも言われる。しかし、背景はオムネタイルー族の日常生活を描いたものである。これらの壁画の中で有名な壁画が二つある。一つは男が女に囁くところで一説に画家自身であるとも言われる。これは西のドアの南側にある。南側のドアに描かれた人物画も有名でこれは あなたよっとおうだと言われている。ありがとうございます。